山村武漢は日本のプロレスラー。小学校から高校まで野球をしており、大阪府の競合である桜宮高等学校では二類種のレギュラー。プロ野球選手になることが夢だったが、プロレスを見てからその熱が逆転して、プロレスラーを目指すようになった。2015年9月11日、ドラゴンゲートフレアイキューブ多目的ホール大会の対、石田外出戦でデビュー。 2017年10月1日、ドラゴンゲート博多スターレーン大会の試合中にアクシデントから救急搬送されて、軽追進等により長期欠場となる。2018年5月7日、株式会社ドラゴンゲートの代表にシーマが就任して中国上海市を中心とした海外事業を展開することになり、シーマ、ティーホーク、エルリンダマンと共にドラゴンゲートを退団。 海外を中心に活動し、日本での出場機会は不定期になることが発表された。12月15日、ドラゴンゲート、京都 KBS ホール大会での対、エルリンダマン戦にて1年2ヶ月ぶりに復帰。ドラゴンゲートへの参戦はこれで、一区切りとなり、以後はシーマ率いるストロングハーツの一員として、上海に本京屋王及び国内各団体を中心に参戦。 2019年4月3日、レッスルマイナス1高楽園、ホール大会での試合中に、頭部から落下、救急搬送され再度欠場することとなった。2021年3月12日、自主興業、アクションマックス、新宿フェイス大会にて、シーマを含めるストロングハーツの4名が、グリーと入団を発表したが、3層はここに合流しなかった。 日常生活を送ることはできるが、レスラー復帰は未定。その間は、ストロングハーツが参加する工業のスタッフとして活動する中、以前より興味のあった DJ を本格的に始める。個人のライブ配信サイトなどで定期的に披露し、ストロングハーツ工業、木村花記念工業、グリート工業などでオープニング DJ を担当している。ありがとうございます。